からのね夕日が綺麗らしいですけどね、どこだ。うん、ちょっとここで1枚撮ろうかな。よろしくお願いします。次は津田ウっていう水産屋さん、水産業者、魚屋さんに向かっていきたいと思います。さあ、行くぞ。うるめ干しがね、あったらいいんですけどね。あとね、もうすぐ3月入ったら、あの新港って言って、あの新港ってわかりますかね、この辺だけの、関西の方だけなんかな、そういう呼び方するんは。イカナゴの、あの塩茹で釜揚げっていうんですかね、あの茹でたやつですよ。あのシラスじゃなくてイカナゴを釜茹で刺したやつが、あのまあ新子っていうんですけど、いやこの辺だけの呼び名かな、がまた3月入ったらまた解禁になると思うんで。ただ水揚げしたやつのイカナゴを、あの甘辛く煮詰めたらイカナゴの釘煮ですよね。もうあれご飯の上に乗せて食べたら、もうご飯2杯はいけますね。うん、3杯はちょっと僕よう食べれへんので、2杯はいけますよね。美味しいですよね。かっこいいバイクが前走ってますね。ハリマシーサイドロードっていうんですよ、ね、の中の七曲がりです。まあ多分ね、ちょっとね車が前にずっといてるんで、だいたい30キロぐらいのペースで走るんで、一旦この辺で切っときます。あそこですね、津田尾さん、新子が3月中ぐらいになったら売ってると思います。また買いに行きたいですね。今日は柿じゃなくてうるめ干しを買いに来ました。やけど、ああ今日休みか、残念、今日休みでした。しょうがないね。こんな初では、まあ、ちょっと行こうか。さっきのところまた戻って、うるめ干しだけ買いに戻りたいと思います。やっぱりね、この柿の時期やのに店閉まるってちょっとあれやね。やっぱりちょっとね、まあ戻る前に万葉岬だけ行って、海見ながらコーヒーでも飲みながら黄昏れたいと思います。万葉の岬やね、万葉岬。これクラクション鳴らせです。鳴らしますよ。ほらちょうど車来た。また鳴らしますよ。こういう
ういう時しかほとんど鳴らすことないですね、クラクションは。もうずっと鳴らすやね、鳴らします。どっかな、定番のここでちょっと一休み。うん、ほとんど垂直やな。うん、あー、ここの眺め綺麗ですよね。うん、あの地理的に向こうがどこなのかちょっと分かんないんですけど、綺麗ですよね。家島がどれに当たるのかもちょっと僕には分かりません。ここでもちょっと一枚写真撮っていきたいですね。うん、下まで降りてきました。七曲がりの終わり、あのペーロン城か、あの手前のファミマまで行って終わりたいと思います。あのここの福本柿直売所、ここ卸屋さんなんですが、僕いつもここで柿買ってますね。うん、プリッとしてね、いいの、うん、ちょっと分かんないです、あの 手つきが、2人が分かんないです。ここもね、柿売ってるんですよ。1回だけですが、買いに来たことありますね。どんだけいろんな店で柿買い比べしてんねん感じですけど、まあどこも、まあここの室津の柿はこの山の水が降りてきて美味しいですね。というわけで、まあ、うん、ここのファミマで一旦言うか、まあ今回の動画は終わりたいと思います。まあ、七曲がり、辰野町の七曲がりをぐるっと走ってみたいう動画でした。まあ後で引き返しながらうるめ干しだけ買って帰りたいと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。
ょっと梅干しだけ買って帰りたいと思います。ノーカットと言いながら七曲がりストレートに走りきれないから残念ですが、どうしても梅干し欲しいんで。綺麗ね、もう3時半なんですけどだいぶ雪も落ちてきて綺麗ですね。いけるか、開いていた。あー、よし間に合いました。このまま入ろうか。もう煽り、うるめ干しです。うるめ干し、これがね、あの頭まで食べれて美味しいんですよね。小ぶりなやつ、よう日が当たって。2つぐらい買おうかな。あんまり大きいないやつ、どれも大体一緒か。これしよっか、これもらおう。よし、こんにちは。はい、こんにちは。ヘルメットのままごめんなさい。今日は柿は買わんと、うるめ干しが欲しい思って。ありがとう。はい。よし。でか。はい、梅干し買いました。これ。300円で2つで600円です。焼いてね、ちょっと苦味があって、レモン醤油で食べると、美味しいんですよね。